1913年頃、ボストンオペラハウスボストンオペラカンパニーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンで1909年から1915年に活動していたオペラカンパニー。1908年、地元の裕福なイーベンダイアー・ジョーダン・ジュニアと工業種、ヘンリー・ラッセルにより創立された。オペラの熱心なファンでアマチュア歌手のジョーダンは、百貨店の後継者であり、 最初の3年間は経済的支援を行っていた。また財政難により何年も完成が遅れていたボストンオペラハウスにも資金を提供して完成させた。ラッセルはヨーロッパにてタレントマネージャー及びオペラ演出を務めたことがあり、1906年から1909年、ラッセルのツアーオペラカンパニーのサンカルロオペラカンパニーはツアー公演のない時は ボストンを拠点としていた。アリス・ニールセン、リリアン・ノーディカ、フロレンチオ・コンスタンティのルイーズ・ホーマーのように、スコックの多くのアーティストは、基本的に新たに創立された、ボストン・オペラ・カンパニーのツアー・カンパニーとしても、活動していた。1909年11月8日、ボストン・オペラ・ハウスのコケラ落とし公演として、アミルカレ・ポンキエリのラジョ・コンダを上演し、ノーディカが、 タイトルロール、ホーマーが、チェイカ役を演じた。6年間の活動の間、地元の作曲家、フレデリック・コンバースの、欲望のパイプ、イケニエなど幅広い作品を上演していた。フェリックス・ワインガルトナーの指揮により、芸術的に称賛されていたが、ジョーダンの支援が終了すると、財政難に陥り、1915年5月11日、破産を宣告した。 ありがとうございます。